写真拡大。今季米大リーグマリナーズから8年ぶりに日本球界に復帰した巨人岩隈久志投手38が21日イースタンリーグ日本ハム戦東京ドームの6回に移籍後初登板。昨年9月5日以来350日ぶりの実戦登板で1回12球を投げ三者凡退に抑え、球速は最速141キロを計測した。先頭の7番海老原には内角寄りの139キロ直球を投じ1球で2ヒに。続く石川明はカウント3の1から外角への130キロスライダーで2ゴロ。最後は群をフルカウントから外角低めへの129キロのスライダーで空振り三振に抑えた。やっとスタートに立てたなと。ここからだと思う。早く一軍のマウンドに立てるようにしたいと岩隈。今後はファームでイニング数や球数を増やしていく予定。